WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、森美晴です。武道館はもう本当に楽しくて、なんか楽しい楽しい楽しいっていう感覚でずっといたので、終わってからアーカイブを何回も何回も見て、何回見ても楽しいし、なんかステージに立ってる時にすごくこう満員のステージから見る景色がすごく綺麗で、なんか絶対にこの景色を忘れたくないし、もう絶対に覚えてたいっていう気持ちはもちろんあったんで、すごい覚えてはいるんですけど、なんかアーカイブとかでこうバーって見た時に、ああ本当にここに自分が立ってたのが不思議だなっていうか、本当にこれ自分なのかな、あこの時すごい楽しかったっていうのを覚えてるけど、これが自分なのかって、なんか不思議な感覚にずっと陥っちゃって、自分だけど自分じゃない人のライブを見てるみたいだし、なんか見てくださってた方にもたくさん本当に楽しそうだったねっていうのをすごく言われて、なんか、まあ、いいライブだったねとか楽しかったよって言われることももちろん多いんですけど、楽しそうだったって言われることがとにかく多すぎて、まあ、ちょっと反省点としては、なんかもちろんファンの皆さんに楽しんでもらうとか、いい思い出にして帰ってもらうっていうのも心がけてはいたんですけど、それよりもなんか楽しみすぎちゃったなみたいなのはちょっとあって、でもまあそれをみんな別に多分マイナスには捉えてないというか、楽しそうな姿が見れてよかったっていう風に言ってくれたんで、それは良かったです。そうなんです、そうなんですよ、そう歌詞全部歌えてまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なんか結構歌詞を飛ばしやすくて、自分の番だっていうことを忘れてる時もあれば、あ次自分なのに、あ歌出てこないっていう、歌詞出てこないどうしようっていう忘れ方の時もどっちもあるんですけど、今回はどっちも無事になく終えることができて、なんか一定数歌詞飛ばすことをちょっと楽しみにしてるというか、なんかそれがライブの醍醐味だみたいな、なんかあ今日も歌詞飛ばしてたなみたいな、今日も焦ってて最高だったよとかいろいろ言われるんですけど、まあ、そういう方々にはちょっと今回はごめんなさい、しっかり歌わせていただきました。結構高得点を上げてもいいのかなとは思うんですけど、まあファンの皆さんがそうしてくださったというか、結構初期のことを今考えると、なんかむちゃくちゃなこと言ってたなとかなんか全然アイドルっぽくない、まあそれは今もなんですけど、なんかなんでそれでいいと思ってたんだよみたいな思うことはもちろんいっぱいありますし、なんか特典会とかでもあんまりこうなんだろう、ファンの方が喜ぶようなことを全然言えなくて、なんか私だけ見ててとかなんかどこにも行かないでねみたいな、そういうなんかアイドルアイドルっぽい言葉とか、そういうのを求めて来てくれてた人たちをがっかりさせてしまうじゃないけど、こう求められてるものを返せない時っていうのがすごくたくさんあったので、それは本当に何だろう、理想を描いてきてくださってる方にはすごく申し訳ないことをしてしまったなとは思うんですけど、なかなか今でもなんですけど、そういうアイドルっぽいことを言うとかそういうのができなくて、でもまあ今はそれでも応援してくれる方がいて、それでもここまでこうついてきてくれて連れてきてくれた方がいて、みんなのおかげでちゃんとアイドルになれたのかなっていうのは思うので高得点です私も結構アイドルがもともと好きで、今
今もちゃんと推しがいるんでなんか最近より一層なんか推しがいるってすごいいいことだなって思うし、なんか私がアイドルになった時より多分今の方がなんか推しって言葉がもっとこう広がってるというか、一般的な言葉、推しがいる人ってすごい多いみたいなイメージがやっぱあるんですけど、その私もその推しがいることでなんか心が満たされたり、推しのパフォーマンスとか推しの供給、推しからの供給なんて言うんですか、その推しが投稿した SNS の写真とかに喜んだり、推しに会えるイベントがあったらなんかあと何日で推しに会えるとか思えたり、なんかそういうのがすごく人生の娯楽というか、なんか頑張る活力になったりするのを自分もすごく経験してるので、なんか誰かにとってのそのアイドル推しっていうのに、あ、自分が慣れてるんだっていうのがすごく嬉しいなっていうのを実感しますね。なんか私も推しから元気を与えられてるように、私がこうライブをしたり私に会いに来てくれることで喜んでくれたり、なんか明日からも頑張ろうって思ってもらえてるんだって思ったら、なんか当たり前のことじゃないなって思ってすごく嬉しいです。まだはっきりとは何も断言してないんですけど、まあ、今までこういう芸能活動しかしてきてなかったんで、まあ、ほとんどこうバイト経験みたいなのもないですし、で高校生の時に読者モデルっていうのを始めて、そこの延長でまたアイドルになったみたいな感じだったんで、社会経験もなければ、なんだろう、本当に他の同い年の方に比べて経験してることが少ない、まあ経験したものの種類が違うっていうのはあるんですけど、そう考えた時に自分ができることっていうのが少なすぎてだから今はやりたいことっていうのが明確にはっきりあれば、まあ、無理にでも頑張ってやりたいって多分思うんですけど、今一旦それが見つかってないので、まあでも人生生きていかなきゃいけない、生活していかなきゃいけないっていうのはあるから、やりたいことっていうのを探す時間は、まあ、休憩したりできることっていうのをやっていったりして、何かやりたいことを見つけられたらなって思ってるんで、とりあえず一旦休憩してからできることから始めようかなっていう、何かやりたいことがあればいいんですけどねちょっと一旦いろんなことに挑戦してみたいなとは思います。最後のライブはもう今まで当たり前のようにたくさん歌ってきた曲が全部最後の1回だらけになっちゃうんで、ファンの皆さんにその日の姿を一生忘れないでいてもらえるくらい素敵なものをお見せできたらいいなって思うし、まあ記憶はいつかちょっと薄くはなってしまうとは思うんですけど、すっごくいい日だったなっていう漠然とした思い出だけでも残せるように、なんかみんなの胸にグッとくるような最後のパフォーマンスができたらいいなって思います。以上、森美晴でした。